同じ FM ギノワンで番組を持つ小室ゆりさんにゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのこのリーダーの身だしなみをお聞きの方、よろしくお願いします。私あの小室ゆりという名前でもう20数年活動してるんですけど、言ってみたら元アダルト女優なんです。1996年から99年の間の約3年半、うん、アダルト業界に従事しておりまして、でそれ辞めた後は舞台女優をやったりとか執筆活動したりとか歌を歌ったりとかっていう、いわゆるこうマルチタレントの、はい、AV 女優さん版のパイオニア。パイオニアで、まあ、ご縁があって今 FM ギノワンさんの方でもラジオで小室ゆりのゆるサプリという恋と愛に役立つお話をお届けしております同じ30分の枠なんですね。そうですそうです。うん、いやさっきあの内容とか聞いたらなかなかこう興味深い、僕もちょっと聞いてなくて申し訳なかったけど聞きたいなと思うような。この人の場合もゲストを呼んだりしてやってるんですか？私一人喋りなんですよ。でちなみにどれぐらいやられてるんですか、ラジオは？ラジオだけで考えると3年ぐらい。ちょっと疑問さん、いや他でもやってて、その時から小室ゆりの夜サプリっていう番組名だったんですけれども、それがお引越しして、はい、神奈川県の大和市というところで同じ番組をやってて、でギノワンさんでもやらせてもらってるっていう、うん、もうじゃあ3年になる、ね、そうですね、パーソナリティ歴としては3年目ぐらいになりますね。いろんなゲスト呼んだ時もあったんですか？もう全部一人で？ほとんど一人なんですけど、こうインタビューコーナーみたいな感じで10分ぐらい撮って、それに小川さんもあの出ていただく予定なんですけど。なるほど、なるほど。今まで来たこと、面白いところだと加藤隆。ああ、同じく業界の有名人というか、はい、とか、あと、あ、でもまあ恋と愛に役立つお話っていうところで、割とこう恋愛カウンセラーの方とか婚活事業されてる方とか、小川さんと同じご職業のこのファッション、やっぱ恋愛必要じゃないですか。そうですよね。うん、っていうところの方を呼びしてお話聞かせていただいたりとか。へえ、あのラジオ始めたきっかけがたまたまこう同じ人だったって、新里さんだったそう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 、ビジネス天国のね。ビジネス天国の、はい、どんだけ広げてるんだ新里さん東京でもご縁生んでくれてっていうような、すごいですね、うんうん。じゃあその、 あのインタビューが10分ぐらいと、あとは、はい、小室さんの一人でこう喋ってるような。そうですね、コーナーとしては一つコーナーがあって、その他にもちょっとミニコーナーとして教えてゆり先生っていうコーナーを3分ぐらいかなやってて、それはリスナーの皆さんから寄せられたこう素朴な疑問に答えるっていう。ギノワンのあの代表の山内さんが大絶賛してた質問があるんです、はい、これ喋っていいですか？もちろん、ちょっと面白い話YouTube のチャンネルで予告編を撮ってるんですよ。ちょっと YouTube チャンネルっぽくしてて、はい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 、たまたま本当に来た質問で、50代の方だったんですけど、50代の方か、パートナーの50代のちょっと売れた女性からね、はい、あ、女性からの、はい、あ、質問は男性だったんだけど、あることをおねだりされましたと。うん、これあの大丈夫しゃべって、本当にあ、ダメだったらカットしてくださいね。大丈夫ですか？はい、売れた50代の彼女から潮吹きがしてみたいと、というおねだりをされたけれども、そのご相談者さんは56歳で、やり方もわからないし、その潮吹きという行為そのものもよくわからん、先生どうしたらいいですかっていう質問が来て、それを山内さんが大絶賛してたっていう。山内さんが絶賛したポイントっていうのは、その質問に対して、そうそうそう、でも秀逸の答えだったり、質問に対してだと思う、質問に対して赤裸々に質問をしてくるなっていうような。いや、山内さんも楽しかったんじゃないですか山内さんいじりがここで始まるっていう山内さんの悩みではないですよ会ったことまだないですね、山内さんと。あ、そうかそうか、私山内さんとギノワンで何回かお会いさせていただいてて、はい、でこう私がお話しするようなことって一般メディアだとなかな
か難しい。そうですよね。ね、セクシュアルなことって今本当にこう性の学び、学問としてちゃんと勉強していこうよっていう動きはあるんですけど、ただその今いただいたような質問っていうのは、そのセクシュアルっていうよりも単純にエロじゃないですか。なんかカテゴリー分けするのであれば難しいですね。セクシュアルとエロの、なんかこう質問の質的にはこうパッと聞いた感じ、こう軽いというか、ああなるほど、悩んでるというよりかは、なんかこうね、イメージの問題で、悩んでいる方、相談者さんは真剣に悩んでいるけれども、どうすれば笑い話になってしまうような、確かにね、ことだと思うんですよ。そうですね。なんだけど、それを真剣に真面目に回答して、聞いている方が本当に、あ、ためになるなって思ってもらえるような発信であれば、うちとしてはいいですよってか、どんどんやってくださいって、宜野湾の山内代表はね、すごい器の大きい方なんですよ、山内愛用しているでも確かにその捉え方次第だし、こう、なんていうんですか、そこをダメにしてしまったりすることもなんか若干差別なような気もしないでもないですし、例えばこうそれエロで片付けてしまう、でも本気で悩んでる人がいるっていうことも、で洋服の業界もそうで、そこはなんて言ったらいいんですかね、おしゃれといえばおしゃれだし、ダサいといえばダサいみたいな、もう捉え方次第だったり、その価値観っていうのは、そこでこう自分の表現っていうのがある中で、なんか今日の僕の服どうですか聞いてくる人いっぱいいるんですよ。僕お仕事からそうですよね、査定してくださいよ、査定してください、今日俺のファッションどうとか、まあ友人もよく言ってくれるんですけど、それって言っていい関係性だったりとか、でもこの人が良ければこれでいいんじゃないかなだったり、自分が言う必要があることなのかなだったり、すごく難しいなっていうコミュニケーションの問題なんですけど、すごく感じるところありますね。自分から見てかっこいいのか、その人が本人が満足してれば僕はなんか口出すこともないのかなと思うこともありますし、でもその方にとってはこうなりたいとかこう見られたいっていう気持ちがやっぱあるじゃないですか、そこを私たちとしては一歩でも解決の糸口につないでいきたいっていうところもあったりしますよね。ありますね、難しいところですけどね、ファッションだったり結構感覚的な問題だったり、そうですよね。さっきのその潮吹きの問題も、ご本人にしてみたら彼女からお願いをされて、彼としては喜ばせたい、で真剣に聞いてきてるけど、本当に捉え方、表現の仕方一歩間違えちゃうと、笑い話として、ご相談者様自体も失礼に私の方の回答がね、そうですね、そうですか、当たってしまうので、際どい質問ではあるんですけど、その分真剣にやればやるほど面白い世界だな、深いって一個簡単に言っちゃうとね、でも人間の本質をすごい垣間見れてる仕事だなって思います。ラジオっていいかもしれないですね、そういった話に対しての、顔が見えないっていうのはある意味質問投げかけやすいし、インターネットとかでも投稿してるやり取りよりは、どっちかというと正確な答えが入ってくるっていうのは、インターネットの、ね、文字だけ、ゴシックの文字だけだと発信者の側と受け手さんの側の気持ちの温度差で同じ答えが2通りにも3通りにもなっていくところはあると思うんです。ラジオってこうやって声で生の感情をお伝えできるから、その分ご相談者様にとってはいいコンテンツなのかなって思ったりしますよね。いいですね。実体験、実体験とその自分の経歴が存分に活かせるお仕事ですよね。そうですね。いや、私もまさかね、こういう形になって自分の経験と知識、本当に一般の方も役に立てるようになったっていうのを自分でもびっくりしてます。いつぐらいからこういうことを始
始めたのは7年前ぐらいなんですけど、その時はまだ個人的にラブヘルスカウンセラーという肩書きを作ってご相談に乗ってたんですね。なんだけどやればやるほどこう周知していかれる中で、うん、私もこういう質問があったんですってこうこそ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 聞きに来るわけですよ。お、まあ、表に言えないからね。そうですよね、うん、そのこそこそはこう積み重なっていくと、こういう恋愛系のご職業をされてる、うん、ファッションスタイリストさんもそうだし、うん、恋愛カウンセラーもそうだし、婚活業の方も実はこういう相談が来てて困ってるんですけど、セミナー一緒にやってくれませんかとかっていう展開が生まれてくるんですよね。いろいろお願いしたいことありますね。自分もこう身だしなみについてお話する場所って多いので、うん、その時にこう女性の身だしなみについて自分があんまり喋れないので、はい、すごくそういうのって、うん、可能性があるな、こういう癖があれば、うんうんうん、と、それは最近形をまた変えまして、はい、大人の性教育講座というものをとある教会さんと一緒に作ったんですよ。どういったものなんですか？性教育って、例えばじゃあどうやって赤ちゃんができるのか、妊娠するのか、性感染症、その性行為による病気のこととか、うん、あと体の作りの違い、仕組みの違いっていうのが日本のこう性教育の主なものなんですけど、ただ大人って知りたいとこそこじゃないじゃないですか。そうですね。正直に言うと、さっき言った修復をやってるんですかとか、ある意味全ての成功体験、性にとって成功体験をした大人たちの悩みって、病気のことでも妊娠のことでもないんですよ。体の違いでもないんですよ。どうやったら相手を喜ばせられるかっていう、性の性行為の成功体験の中でどうやってコミュニケーションを取ったらいいですかっていうのが、なんかじゃない、テクニック的なことを聞きたい人が多いってことですか？も含めです。含めて、はい、テクニックのことと、あとはセックスレスの話。ああ、そうですね。日本のご夫婦の約、うん、約 53.6% のご夫婦が自分たちはレスだっていう認識を去年アンケート調査によって発覚しまして、レスっていいのか悪いのかもわからないし、性行為自体がないことがやっぱり寂しいっていうご夫婦もいらっしゃる、うん、でもそれが何で起きるのかっていうのと、どうやったらそれが解消されるのかっていう答えがどこにも落ちてないんですよ、うん、で、じゃあその、そうなんですよ、一言でまとめられないかもしれないもんね、こう回答っていろいろですもんね、うん、はい、それらをひっくるめて、じゃあ本当に大人が知りたい性の問題、性の教育っていうのをやろうっていうので、うん、異性間コミュニケーション協会っていう、私と同じく男女のコミュニケーションを体系化して教えていらっしゃる協会さんがあるんですけど、そんなのあるんですね、はい、そちらの団体さんと共同開発して、うん、そちらの団体さんが教えている男女のコミュニケーションのスキルと、私の知識と経験と、もう一つは明治大学の心理学教授のスキル、うん、こう心理学によった男女のコミュニケーションをより深めるための方法っていうのがあって、こんなものを織り交ぜた大人の性教育というものを今持って日本全国あちこち行ってます。すごいですね、そのパッケージ。それはじゃあこう講演会として動いてるの？この人が喋ってる。そうです、はい、聞いてみたいですね。すごく婚活業の方からめちゃめちゃ引き合いがあって、うん、っていうのが、婚活業されてる方が性婚大会してご結婚されて、まあ、夫婦生活が始まるじゃないですか、うん、じゃあ子供作りたいねってなった時に、うん、必ず性の問題って出てくるんですよ。そうですよね。ただ
成婚再開されてるお二人って言ってたらあまり恋愛がお得意ではない。あ、そうか。そうなんです、はい、とするとだから婚活やってるわけですかね。はい、経験がないまま夫婦生活が始まってしまうこともあって、その悩みを誰にも言えないから、もともとお世話になった仲人の先生のところに相談に来るっていう方が最近増えてるんですって。で、先生も困っちゃうんですって答えようにも答えられないっていう。どうしたらいいの？そういうのが勉強できたりするってことですか？そうです。そこでその先生方から、小森さんちょっとこういう相談があるんですけど、セミナーできませんかっていうので、今あちこち行かせていただいてるっていう状況です面白そうですね。ありがとうございます。いや、聞いてみたいなって。自分が思うセックスレスが起きる原因だと、うんうん、僕はコミュニケーションなのかなって思うんですよ、うんうん、男女ってこうやっぱ考えも違えば人が違うから、うん、どっか絶対こう衝突する。自分も彼女とこうぶつかったりすることってあるんですけど、うんうん、でもなんかそこで僕もコミュニケーションを諦めてしまうことだったりすることがあったんですよね。もういいかなとか、うん、これで話聞かなくてもいいや、もう自分が分かったことにしようだったりとか、でもお互い向こうもあったりすると思うんですけど、うん、なんかこうそういうところで気持ちが冷めてしまったりすると、うん、そういうことにもつながりにくい気持ちになるんですね。あんまりこう、そうですね、そういうことしたくなくなってくるというか、うんうん、ただでもちゃんとそういうことを乗り越えた後だったりはすごくこう幸せな行為ができるというような気持ちがあるので、うんうん、やっぱそういうところでコミュニケーション不足がそういうことを生んでるのかなって、うん、パッと思ったんですけど、川さんのおっしゃる通りで、こうセックスとかセックスレスを解消しようしたいって思う方ってベッドの上だけで何とかしようとするんです。セックスってベッドの上で行う行為でしょっていう頭があるから、この中でできることは何ですかって聞かれる方が多いんですけど、実は川さんがおっしゃった通り、普段のコミュニケーションのボタンの掛け違いが結果となってベッドの上に集約されてるだけなんですよ。だからセックスレスを解消したい、セックスレスになりたくないと思われるのであれば、ベッドの上じゃなくてベッドの外から正していくっていうことがすごく大事になってくるんですよ。ボタンの掛け違いですね。じゃあそうなんです、本当にボタン1個のボタンの掛け違いがどん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 ずれていくから、でそのもともとどこが掛け違えたんだ、っていう一番最初の1個を女性が自分で直すまで実はですって、女性が解消できないんですよ、うん、これ女性心理の話なんですけど、面白い、それもすごく面白い。そういうところを専門にやってるので、なのでやっぱりベッドの外なんですよっていうと皆さん驚かれますよね。ほんとゴミ捨て1個とか、食器洗い1個とか、ご飯の時に何を喋るかとか、どんな言葉遣いをするかとか、そのちょっとしたコツ、で全然男女のコミュニケーションっていうのは良くもなるし掛け違いもする。すごくわかるような気がしますね。そういうね、こうファッションのお仕事なんかしてると、やっぱりコミュニケーションってすごくお仕事上も大事だし、お客様にとっても大事じゃないですか。そうですね、感じることいろいろあるんじゃないかなって思うんですけど。あるんです。だからちょっと1回 CM を挟んで、はい、小室さんにはちょっと最後になるんですけど、身だしなみのことについても聞いていきたいなと思ってて、はい、一旦 CM をじゃあ挟もうと思います。はい、はい、一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、
人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。CM 開けました。ちょっとね、一つ聞いてみたいことがあって、はい、こう小室さん、もう周りからのイメージだったりするのは、やっぱりこう、はい、AV に出てた女性、はい、すごくこう僕も聞きたいところなんですけど、はい、こう AV 業界にいた女性の旗から見た見られ方と、自分の思ってる、うん、そういうことじゃないってところだったり、うん、あとはこう人前に出る時の身だしなみについてだったりも、うんうん、ちょっとさっき話したいなと思ってたんですけど、はい、世の中一般的に思われている AV 女優さん、うん、元 AV 女優さんもそうだと思うんですけれども、うん、女性の中でも特にセクシーな女性たちだ、うん、もちろん着てる服もそうですし、そういうものを求められる場所であれば、もちろんちょっとね、胸のカットが深いドレスとかも全然着るんですけど、うんうんうん、私最近その大人の性教育と同時に経営者様向けにセクハラ予防の話もしてるんですね。で、お伺いする先が商工会議所だったりとか、ロータリークラブだったりとか、大人の場所ですね。そうなんです。よく30代後半から40、50ぐらいまでいると思うんですね、はい、経営者が多い、うん、そういうところへお伺いするにあたってはスーツで、うん、しかも白、黒、紺のみ、うん、柄一切なしで、髪型はオールバックです、はい、ストレートのオールバック。オールバックと下ろしてるとの違いって印象で出てくるんですか？出てくると思います。オールバックではどういう印象を与えるつもりで小室さんもやってるんですか？ビジネスマン、ビジネスマン、キリッとした印象の、はい、はい、特に元 AV 女優っていう肩書き、うん、私隠してはいないので、うん、どうしてもその元 AV 女優っていう肩書きを聞いた方の印象としてはセクシーなお姉さんになるけれども、それをイメージしたままだとやっぱり私の話っていうのは、色物になってしまいやすいんですよね、正直なところ。なのでそれは望むところではないので、しっかりとビジネスとしてこのお話をするんですっていうような外見からのアプローチっていうのをするために、オールバックで髪をキュッと後ろに締めてビジネスウーマンというイメージを自分の方から作ってます。やっぱブランディングなんですね。そうですね、色物にならないようにっていうか、聞いてほしい本質はそこじゃないってところですもんね。はい、そうなんですよ。小室ゆりという名前が自分が思っている以上にでかかったっていうのがあって知ってるって人が多いですからね。小川さんの年齢だと、小川さんは知らないけど小川さんの先輩たちがざわつくちょっと僕も少しバズったら面白いなと思いながらですね、はい、ありがとうございます。なのであの小室ゆりが今どういう風になってて何を話すんだって、かなり期待値が高い状態でお伺いするので、それをいい意味で見た目からも裏切ろうと思ってます。そんな小室さんの今後どういう活動につなげていきたいとかあるんですか？例えば5年後、10年後とか。ありがとうございます。元 AV 女優で一般の企業、一般の経営者様と肩を並べて、うん、ロータリーだとか商工会議所に呼ばれてるのって多分私がパイオニアなんですね、うん、で今 AV 業界っていろいろ問題があるんですけど、うん、とはいえ女の子たちってまだそこで頑張ってる子たちもいっぱいいて、うん、この名前を使い続けて活動したいって思ってる子もいっぱいいると思うんです、うん、自分の名前に誇りを持っている、うん、はい、そういう子たちに一つこういう道もあるんだよっていうのを示せるファーストペンギンになっていけるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、いいですね。すごく僕も最近、僕もじゃないですね、小室さんがやってきた活動っていうのは、はい、やっぱ活かせる場所がすごくあると
あの上から目線ではなくて、自分もこう過去のやったことっていうのを存分にその貯蓄したものを使えるような生かし方のできるこう、まあ、アイデアだったり自分も考えながらなので、すごくそういう道を一つ示すって素晴らしいなと思いますね。自分も会社を出た身なので、会社を出た時に後輩たちが自分をどう見ているかだったりも、でどういうふうな活躍の仕方をしていけるかっていうのも見せていけることかなと思ったので、ありがとうございます。はい、はい、ちょうどいい時間なので、はい、これで今日のゲストは小室優さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。